3級だったら全然あの普通の簡単な方で大丈夫です。逆にやんない方がいい、あの確かに絶対失敗するんで。そう、これあのぜひ覚えていただきたいんですけれども、この崩しって、まあ、進んだ崩しと進んでない崩し、つまりその楷書に近い行書と草書っていう、もうとにかくその崩しが進んだ書体を草書っていうんですけれども、その草書体にすごく近い行書体、2つあるんですよ。まあ、楷書に近い行書、すごい進んだ行書、2つありますと。で、じゃあ、行書を書くときに、進んだ行書で書けばいいのか、進んだ行書で書けば書くほど点数は上がるのかって言ったら、そういうわけでもないんでございますよ。うん、美しさやっぱり。そう。崩すのは誤解ってなんですけれども、綺麗じゃないと意味がない。ですよね。じゃあその草書に近い行書書くよりは、綺麗な楷書に近い。そう。やりたいよねっていう。綺麗じゃないと意味がない。